マコナコです。タイニーガーディアンズ続きやっていきましょう。次は3話目、早速いきましょうか。ちょっと久しぶりにやってるんで操作方法とかおぼつかない可能性ありますが、その点ご了承ください。もう一個出せないか、もう一個出せない。ゲームスタート。まず上から、あれこれどうなんだろうな、まあナイト以外考えられないと思うけど、早くポイントが溜まってもらいたい。もう一個ナイトってでも、あーないか、さすがに。これクリックだけでよかったんでね。うん、問題なくナイトの耐久回復していきましょうか。こうか、これ敵じゃないよね。あ、なんかついたぞ。あ、敵っぽいな。ビップポップ、うん、どういう敵かわからないけど、念のためこっちがやっていきましょう。あともう一個エルフは確か魔法だったと思うけど、うん、ポイント120高いんでね。これなんだろうな、スターフォール隕石か何か、それでダメージ与えられるんでしょう。あーちょっとあれか、敵がもうほとんどいなかった時にやってしまったけど、この上になんかついてるんだけど、これなんだろうな。さて左側からダブルクリック、いや違う違う行かないでもらいたい。行きましょう。このメイジ、これで3人分、なんかディードリッドみたいな感じのマジシャン、どういう感じの攻撃やってくるか。あーこれダブルクリックするの忘れたな。そして襲われてるので回復しましょう。あともう一人は呼び出せるはずなので、最大何人までだろうなこれ、まあ、多分4なのか、それとも5可能性もねあるしね。あれなんだろうな、次これ50なんかまた出たけど、これはなんだ、アーマータイプ。魔法は盾に強くて弓や剣は魔法防御。あれか、なるほどね。この下の方のマークで、まあ、銀色の盾だと物理攻撃の防御がある。この緑色というかエメラルドグリーンみたいな感じの色、この色だと魔法に耐性があるので剣とか弓で攻撃しましょうになるんだと思う。これはうん、盾が高いになってるので、ならば魔法防御使いましょうということだと思う。この敵書いてありますね、なんかね、うん、アーマー、フィジカルに対するのアーマーがあるとか多分そんな感じだと思うけど、まあいずれにしても倒してるんで。でこれ50やるとこうか、枠が1個増える。なるほどね、枠増やした後にまた何かやらなければいけない。どうなんだろうな、何をやればいいか。まあこれも使えってことか。この赤いのは何だろうな、今の赤いのなんかマイナス効果があるとかそんなことはないと思いたいけど、使っときましょうか。ナイトかな、ナイト2名体制、バランスよく。あ、そっかそっか、レベルアップもあったな、そういえば。次はレベルアップ狙いましょう。多分もう増やせないと思う。あ、これ試合逃げてった、これ逆じゃない。多分4がマックスだと思う。次レベル上げるとしたら前か後ろか、後ろでガンガン敵倒していくのもいいと思うけど、うん、100超えたけれども特段色はつかない。だからレベル上げはできるはず。魔法の方上げましょうか。いやこれ150必要、まあ、もう間もなくたまりそうなんで。
150まで耐えましょう。これはなぜこっちが2人いってる？しかも結構ダメージ食らってて危ない。レベルが上げられる、こうかな。さてレベル上昇、さらに180で次に行けそうな感じの数字になっている。うん、一応左上何か出てるけど、まあ、飛んでるユニットなのでレンジアタックが有効。あとここいるね、上なるとこういった方がいいか。まあでも上優先してくるとは限らないか。うん、思った通り後ろからもやってきてるけど、ここでこれを使う。ああ後ろ優先かな、こうか。ついついダブルクリックやってなんとかならんかとか思っちゃうけど、このナイトよ行き過ぎなくていいんだが、あとは手前側一個一個倒してくれることを願うのみ。うん、なんかエルフあんまり耐久回復しないね。まもなく回復たまりきる。うん、もうゴールだと思うけど、まだ上いるんで星がたまりきれないな。上側ないと結構厳しかったのでレベル上げましょう。わあダメだ、これ魔法がたまりきらない。あれないと、さすがレベル、こうか。ついつい忘れちゃうな、クリックしただけでなんか達成できてるのかと思っちゃうけど、赤いドリンクなんだろうなこれ。まあ、それでもなんとか耐えている。もう左側なんとかなった。これもレベル上げましょう。んで最後これ使う。なんかブックも出たね、このブックなんだろうな。もう一つ枠増えるとか、あ違う、ローグ盗賊みたいなもんか。それが増えた、使えるようになるってことか。ああ役割が分かんないけど、当面はバランスよくになるのかな、やるとしたら。あ星は3つ分溜まってるね。でこれなんかバンデットチーフ、まあ特段これということはなく、こっち側誰か一人守りに行ってもらいたいけど、守るべき対象があとわずかだったということで、今回もまず1つ目第3話問題なくクリアとなってます。まあ上の星さえ3になってればねいいので、次行きましょう。なかなかこのここら辺のねテキストは読み解くことできないけど、遊ぶだけであればもう問題なく遊べる。で下の方、うーん上ここ3か。でローグの方もあるんだけど、これなんだろうな、回避か、多分回避アップだと思う。ドッジってのはドッジボールとかのドッジという意味なんで、まあ回避しながらさらりとかわしながらみたいなね、そんな意味合いになっている。であと2つ魔法の方、多分ファーキャスト、遠くまで魔法が届くのかな。ライトフッテージ移動速度が上がる。でもう1個ローグの方、クリティカルアタック、魔法遠くまで届く、これやっておきましょう。さて続いてなんかまた新しい、これ1個開けろってことか。まあアチーブメントだからなんか実績みたいなもんか。これ達成したことによって今星がもらえてはない、特段こっち側の星が手に入ったわけでもなさそう。うんゼロのままということで、あれこれでも、あこれなんか押せばいいのかな。
なんかやったつもりはないけれども、で今1ポイント手に入った、まあ、これクレーム、要求という意味なんで、要求してこれをもらったということになってます。今後、まあ、何か条件達成すれば得られるとかそんな感じかな。さて次行きましょう。もう一個続けてやっていきましょう。あーやっぱり最初はナイトだと思う。あもう一個いける、もう一個いけるんであればローグ行くか。新しく使えるもの早速使っていきましょう。ローグはオールラウンダー、まあ、万能、まあ、近くても遠くても対応が可能となっている。うん、なんかな打ってるね。なんか投げ物でもするかと思ったらまさかの射撃系。あーどうなんだろうな、これローグ2人とかナイトをやめてそういう可能性もあるのか。育成をローグ優先で育成やってったんであればそういうようなバランス型ではなくね、特化型で戦っていくのも面白そう。そこまでの余裕があるかどうかわからないけど、うん、まず上、うん、サクッと今クリティカル大ダメージ。アーチャーかな、バランス考えると。でも先に魔法いっときたいような気するな。次この硬い敵がいるんで、回復やっていきましょう。ローグ攻撃力は7から8、ナイトの方は9から10か。この硬いのを手早く、いやーダメだな、上からも来てるな。ここら辺で、あ下届いてない、右側からも敵がやってきてる。マジシャン優先、この赤いのが何なのかが分かんないんでね、どこか増えてるようにも見えないしで、枠一つゲット。さてまずは右側、問題なく倒すことができている。いいね、いい感じ。前二人が敵の方に向かっている。先にレベルを上げるのがいいのか、それともやっぱり4人増やした方がいいのかが難しいね。どっちがいいか。回復やっていきましょう。まあそれでも真ん中のこの召喚士がちゃんと遠距離攻撃やってくれるんで、やっぱり前方固めた方がいいように思う。これ全員これで揃った。ボケとしてんねこの辺り。あとはローグちょっと優先して上げてみたい気がする。どんな感じになるか。うん、上手早く行ってくれてるんで助かるね。あーローグ行きましょう。いやローグも結構ポイント高い、150必要となると、ナイトからかということも考えないとダメなんだけど、うん、次硬い敵まだいるね。これとっとと呼んで魔法使ってしまうという手が一番いいような気がする。でローグ上げましょう。うん、動き早いから前方固めるのは適してるような気がする。となるとナイトやめてローグ使うってのも悪くないような。遅いんでね移動が。なのでなかなか敵の方行けなかったりするんで、これ上倒しきれるか。うん、ローグ素早く来てくれるから
守りも盤石。ナイトを上げましょう。うん、レベル3段階も早めに行ってみたいような気がする。もうローグ手早く動いてるね。なんだろうな、敵がこれ色変わってるのはローグの何か効果なのかもね。うん、右側誰か行ってくれ。そこまで行かなくていい。手前側、まあそこまで行っちゃったね。下げましょう。ナイトはちょっと移動の遅さが目立つね。もしかしたら、あ、これ今レベル3じゃない？ひょっとしたらこれでどうなるか。大丈夫か大丈夫か、これ結構食われてんだけど。食われちゃいけない人が。こっちが行ってもらいたい。いやー倒されるのは嫌だな。なんとか耐えてる耐えてる耐えてる。あ、ダメだ、耐えられてなかった。まさかの4話目にしてゲームオーバー。いやー難しいなこれバランス。いやー案外これいけるんじゃない、このローグ2名。あ、これローグじゃん、間違えた。ちょっと待ってちょっと待って、やり直しで。今ローグ2名やったつもりだったけど、ローグをちょっと2名やりたかった。まずローグ1つ、とりあえずこれで様子見。即座に溜まったらもう1個ローグいきましょう。溜まるか、いやこれ使った方がいいか、とっとと。あともう1回倒せばいける。ローグ2名この体勢でどうなるか。そうなるともう初期の時のステータス上げるの、あれをローグ優先でガンガン上げてった方が面白いかも。どこにポイントを割り振るかのね問題が。うん、手早く倒せている。うん、やっぱり移動重要だな。でも HP の減り具合はやっぱりローグが大きいような気がするんで、ちゃんと回復とかやっていかないと。あとはどんどん手早く倒すことを狙っていかないとね。次課題的、これが来る前にマジシャンを呼び出すことはできてないのがどうなるか。まあそれでもなんとか。いやこれ赤なんだろうな、赤の効果が知りたいんだけど。よし、マジシャン、もしくは全部ローグにするって手も、まあ、一つあるのかなって気はするけどね。回復やっていきましょうか。でローグの方に全部ステータス割り振ってしまうっていう、そういう戦い方もありだとは思う。とりあえずマジシャンとアーチャーとその辺りで今はやろうと考えてるけどね。そっか、3人体制でこの後はもうレベルアップを中心にやっていくってでもあるのか。まあでもやっぱり4人人数いた方がいいよね。ここでじゃあもう一個ローグやってみましょうか。アーチャーではなく物理なんで両方ともこの2人はね。ならばアーチャーの役割をこの遠距離射撃もできるってことは担えてるってことになるので、ならばアーチャー入れずにローグで全部やってしまうのもこれ速度低下かな今のは。うん、ローグ来るまで待ちましょう。果たしてこれがいいのかどうか。あとはレベル上げは、うん、ローグ中心か、それともマジシャン上げて対応するか。うん、こうなるとこの右側は見なくてよいということになるよね。ここら辺の硬い敵を優先して倒すためにもマジシャンを先に上げていくかどうか。
あーさっきあそこで使うべきじゃなかったな、お二つを手早く倒すんであればここで魔法を使うべきだった。で全部これコストが重いのでレベル上げもね時間がかかってしまう。さて手早く来てくれた、魔法使っていきましょうか。魔法まずマジシャンから。でここでもしダウンロードコンテンツを買うんであればこうしたキャラクターがさらに追加されるってのもあるので、まあ、そこら辺、まあ、実際買わないとは思うけど買うのも面白いのかなとかね考えたり、結構それらの絵も魅力的なんで。1個はこっち側、もしこれが今後もシリーズ出るというのが分かってるんであれば買いたいような気がしたけど、さすがにこの1回だけで終わってしまうシリーズのゲームのためにそれらを買うかはなかなか悩ましい。さてローグ1つレベル上げましょう。今1人倒されたんじゃないかな、倒されたような気がする。これなんだろうな、この丸がついてるの、あ違う、クリックしていたからか、なんか変な丸がついてるなと思ったけど。回復、あーでも星が今回全然のような気がする。倒したかな、うん、なんか上出てきてるね、うん、ボスっぽいのがボスなんているの、あれ魔法の人、これ今即座に倒された。あれ今回難しいぞ、すごく上ちょっと生かしたいけど生き返った。今星2つまではいけそうな気配あるけど、なんかやってるね。これでも自ら移動させるなんてことできないから、うん、一体倒された、うん、また寄られてる。いやちょっと待ってくれ、これ硬いんだけど。この敵は、あ魔法に対する耐性高いな。ならば物理の方頑張ってもらいましょう。倒したかな、あれなんで今結構まだ残ってたような気がしたけど、まあいずれにしても倒せたんであれば。まだまだ星が溜まりきってないけど、あーでもまだ先あるのか、なんか案内が、ジャイアントハーネットミツバチか、大きな毒をやってくるって書いてあったけど、これどういう攻撃になるんだろう。上いるね、思った以上にでかかった。これでなんとかなるでしょう。マジシャンを、あ、違う、間違えた、マジシャンをレベルアップ。これで第3段階まで、多分第4は解放されてないのかな。うん、こっちが今毒食らってるけど、まあ、そこまで大ダメージ食らうような毒の減り方ではないんで。あー星が少し足らんか、これでもまだクリアではなさそう。どんなもんだろう、あともう一回、あダメだ、クリアだけど、いや、あーあれか、なるほどね、さっき倒せてなかったんだ、やっぱスティンガーパワフルストライク。まあなんかいろいろやってきますよって書いてある、あまりよく分かってないけどね。あなるほどね、この敵のなんか姿ちょっと変えるのは魔法の効果か。回復今やっていきましょう、早めに。あーなんかこれか、攻撃ストライク、あーもう一個これあげたいな。あーとなんか今あげたいと思ったのが毒でやられてるんで、ちょっと注意しましょう。なんだその都度動かせってことか、これそんなことないよね。
そして全然敵減らせてないんだけれども、こっちが欲しがる方を早く回復したかった。うん、使っても大丈夫かな。あ、なるほどね、これ場所ここに毒来ますよってのが分かるんだ。この間そして攻撃はできてない。そっかそっか、自分のサークルのこの薄い色、ここにはキャラクターが入ってなかったからか、敵がね。これクリティカルなんかやってくる。うわ、倒されてはいけない人が、うん、なんか向こうが勝手に行ってくれてるんで、なんとかまた3人増えた。長いね。僕の上に乗っても大丈夫なのかな、これは。間に合ってない一体。まあしゃあないしゃあない。でも星とかたまらないからポイントか。これは動かせないんだもんね。もう必ずぶつかってしまう。動かせないので、まあしゃあないよね、ここら辺は。でポイントもたまらないので、マナがたまらないので、ちょっと遅かったな。ここら辺は、あ、遅かったか。うん、足が遅いからそもそも逃げ切れてなかった。だから間もなくだと思うけど倒したんじゃない。星も3になってるし、で、やっぱ特殊編成も面白そうだね。となるとローグにポイント割り振っていくべきか。星3つ、そこら辺様子見ましょうか。うん、また右側、これを要求できる。またコイン1枚もらって、2枚もらったのはいいんだけれども、8枚か最低、パラディンで8枚、まあそれ以外ウィザード12枚、ダンサーは20枚、これ足りるのかな。でこれどうするか、特化型ちょっとやってみたい気がするな。一旦リセットやって、ローグ、怪異、クリティカル、これは何だろうな。アタックスピードが上がる、クリティカルダメージが上がる。うん、まあここら辺まで上げていくか。で魔法もバランスよく上げるか。こっち側をローグをたくさん使うんであればローグ優先。こんな感じで次回またやっていきたいと思います。このバランス型ではないね、特化型の編成でいけるかどうか、この続き興味ありましたらまた次回ご覧ください。ではでは。